皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日は日本交通新卒採用チームの体力テストをしていきたいと思います。私2022年入社のハブと申します。私がねどうしても体力テストがやりたいって言って本日企画にしていただきました。本日ゲストで解説の坂本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。このスタンスでいくそうなので楽しみにしていてください。それではね、選手の皆さんの登場です。はい、どうも2018年入社の小川優吾です。今日は、後輩たちもいますので蹴散らしていこうかなと思います。やってたスポーツはバスケです。よろしくお願いいたします。あ、どうもこんにちは。2022年入社の石月俊介です。やっていたスポーツはバスケットボールです。まあ、若さの力を利用して圧倒していきたいと思います。よろしくお願いします。どうも、2019年入社の小木島でございます。やってたスポーツは野球でございます。今日はこの相棒の力を借りて優勝したいと思います。2017年入社の安田です。やっていたスポーツは野球です。お宅の力見せてやるよ。じゃあ今日は待ちに待った体力テストということでね、まあアラサーが3人いますけれども、まあ20代前半1人いますけれども、まあ自己計画気をつけて頑張っていきましょう。行くぜ。イエーイ。気持ちが良いと感じるところまで動いてみましょう。さあ始めます。選手の皆さんに日本交通体操プログラムをやっていただいている間に、その前にこちらの日本交通体操プログラムなのですが、タクシードライバーとかで運転されている方のために作られた体操になっています。 YouTube で、ね、調べていただくとすぐ出てきますので、よかったら皆さんやってみてください。っていう宣伝とともに、今回の体力テストのルールを説明していきたいと思います。やったー。今回の体力テストは小学校や中学校でやった人も多いはず、あの体力テストの種目を適当に選んで行います。各種目ごとに順位をつけます。順位ごとに加算されるポイントが異なっていて、1位の人は5ポイント、2位の人は4ポイント、3位の人は3ポイント、4位の人は2ポイントとなっています。満を持してこの動画に協力してくださった4人の体力はいかに、乞うご期待です。個人的には小川優吾さんをね応援してるんですけど、新卒採用チームの中にさらに5チームほどありまして、私が所属しているチームのリーダーが優吾さんなんです。なのでまあね、応援していきたいなって思うんですけど、こうジーンズを履いてでもこう元気にやっている安田さんとか、さらにはその安田さんの隣に座っている2022年、私と同期の石月くんなんかめちゃめちゃ若いですし、バスケをずっとやっていたっていう経歴や、さらにその隣の小木島さんとかね、めちゃめちゃやる気ある格好じゃないですか。小木島さんもこう土日には日本交通のこう営業所とかでやっている野球大会とかにも参加されているほど、こうスポーツとか体力自慢の方なので、そちらにも期待したいなって思っています。この後も先輩たち同期が体操していますので、ぜひご覧ください。手の指を握ったり開いたりしながら足首を交互に動かす運動です。お尻歩き運動です。左右のお尻に交互に体重をかけ、片方のお尻を上げます。どちらも同じように上がるようにしましょう。リフレッシュしましたか？第1種目は反復横跳び。イエーイ。
この2人でお送りしたいと思います。じゃあ、石井さんと石井さん、お願いします。イケメンには負けてらんないっすね。イケメンには負けてらんないっすね。ルールを説明します。20秒で何回またげたかっていう形になるんですけど、1メートルずつね、間隔が空いてるやつを飛んでいただきます。線を踏んでも OK です。線をまたいでも OK なんですが、踏まなかったりまたがなかったりした場合は回数に数えませんのでご了承ください。それではレッツラスタート。それではいきます。よーい、スタート。さあ頑張ってまいりました。今日も、日光運動会始まってまいりましたけれども、なんかすごい、後ろの安田さんがね、カメラをガン見しておりますが、足元を多分見えていないようで、またいでない回数が何回かあります。イケメン大学生頑張っております。ここまで、苦度となく持ってできたのでしょうか、頑張ってまいっております。はい、タイマー終了。じゃあ結果発表を、ね、していただきたいと思います。安田さんは何回でしたか。42回でした。おー。小川さんは何回でしたか。54回でした。おー。続いては荻島さんと石月くんです。しゃあ、意気込みをお願いします。いや、まあ上司だろうと関係なくて、もう実力で証明したいと思います。まあ、後輩なんでね、先輩勝つ姿を見せようと思います。よーい、スタート。さあ元気よく待ってまいりました、先輩がね前に差し置いて、後ろで元気よくね、石月くんは反復横跳びしております。いや、さすがバスケ部っていうだけもあって、もう現役だったらよく歯のようにね、動いておりますが、ヒーヒー言いながらね、荻島さんやっております。さあそろそろ終わります。あれです、ありがとうございます。お疲れ様です。石島さんをカウントしていただいた優吾さん、お願いします。63。すごい、勝ったでしょ。勝ったよ、これ。じゃあ石月くんは何回ですか。6 3 8 68。おー、めっちゃ嬉しい。最後までご視聴ありがとうございました。今回の種目の結果は1位石月くん、2位小木島の、3位小川さん、4位安田さんです。次回は解説の坂本さんがやっているこの種目、ご覧ください。最後に高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。次の動画まで、バイバーイ。